湾から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。5月17日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございますよ。はいはいはい、今週はね、ちょっと久々に一人で、お送りするんですけど、はい、今週もねサクサクやっていきたいと思いますよ。皆さん今週もよろしくお願いいたします。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、エフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、バーガー&バー沖縄ボーサルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もですね、沖縄県の、サッカー情報をねいろいろおしゃべりしていきたいと思うんですけど、まずはね先週、はい、末にね、県内で行われました J3、FC19 対沼津のね試合ありましたけどね、皆さん結構ね、ご存知の方も多いと思うんですけど、2対2の、同点でございましたよ。はい、後半のね残り少ない、もうロスタイム入ってからだったと思うんですけどね、あそこからちょっと同点ゴールが生まれて、会場ね大きく盛り上がっていましたけど、ちょっとそうなんですよね、梅雨入りの時のね試合でちょっと自分もね会場に行ったんですけど、バックスタンドの方で見て、ハーフタイムの時にさ、沼津のサポーターさんちょっとおしゃべりする機会があったんですけど、やっぱね、この日ほら朝からさ雷がすごくて飛行機がだいぶ遅れたりしてたらしいんですよ。でなんとか試合に間に合ったっていう感じの、サポーターさんだったんですけど、すごいなって思いながら、でもそうよね、沖縄あの日に梅雨入りしたんだっけ。もう本当にね雷もひどくて結構も、いっぱいあった中でさ、で結果は一応ね2対2のドローではあったんですけど、そうですね、で観客はちょっと少なかった、800人だったかな、880人だったかな、1000人はねちょっと切ってしまってっていうような状態だったんですけど、まあね、何がよって感じなんだけど、そうなんだよね、1点取られて同点に追いついて、また、離されて最後ねロスタイムに、追いつくっていう形だったんですけど、はい、琉球はねこの結果を持ちまして現在順位が12位、なかなかね上がっていかない感じですね。そうだよね、勝てた、勝てたかなというのはねちょっとおかしいではあるんですけど、勝ってほしかった、試合でありました。ただねやっぱ雨の中ね、サポーターさんは終始大きな声を出して、琉球のね応援もしていましたし、次節はねちょっと、はい、久々にちょっと勝利をね期待したいと思いますよ。はい、先週の土曜日に県内で J3 やったんですけど、実はですね今週の、土曜日もあるんですよ。5月の20日が、ホームで、場所ですね県総の方でありますので、これがね、19時から試合でございます。対戦相手がですねただいま11位の、SC 相模原との対戦となっておりますのでね、ぜひ皆さん、雨が降らなければね、いいのかなと思うんですけどね、ちょっと2週続けてね県内でこの J3 が行われるっていうのはちょっと楽しみの一つかなと思いますのでね、ぜひ、皆さんにもね会場に足を運んでいただきたいなと思いますよ。はい、ちょっとねそうだね、ちょっと厳しいことを言えばよ、わかる、それはわかるんだけど、後半ねロスタイムに入ってもあー負けちゃうのかなっていう段階で同点ゴールが生まれてって、もうねそりゃもう会場も盛り上がるし選手もさみんな盛り上がるよそりゃ、ただよ同点だからね
うん、みんなやっぱりはしゃぎはするさ、そうだよ、うん、それは間違えていないんだけど、名倉選手だけが、まだ終わっちゃね、終わっちゃいねえぞと、ボールをさ、ゴールから取って、センターサークルにポンって置いて、もう次の準備してるわけ、はもう早く攻めたい、あと1点取りたい、うん、その差がね、ちょっとあったのかなっていうのを、ちょっと感じた。感じた試合でした。そうなんでね、そうやっぱりあの時間帯でね、同点に追いついてやっぱり盛り上がるのは、分かる。でもやっぱりね、勝ってほしかったなって、思いますね。だから名倉選手とディフェンダーの数名だけがもう次の準備しててさ、あとワンチャンス2回2チャンスぐらいはあったのさ。だからね、やっぱりね、勝ってほしいなって思う部分もあるのでね、次にちょっと今週のね、試合また期待したいなと思いますよ。はい、はい、もう一度ね、ちょっと次節の紹介しておきますね。5月20日はホームで、これ時間がね、いつも18時からっていうのが最近多かったんですけど、今回は19時キックとなっていますので、はい、皆さんぜひね、時間の方を合わせて、会場の方までね、足を運んでいただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はい、でですね、今週はちょっとね、いろいろお話ししたいことがありましたので、はい、県内のね、高校総体の、トーナメント表、対戦表がね、出てきました。なんかね、こんなのが、出てくるとさ、もうそういう時期なんだなって、思いますね。はい、平成29年度の、沖縄県高校総合体育大会の、トーナメント表が、出ていまして、はい、ここね、FM 宜野湾があります、宜野湾高校は、です、宜野湾市のね、宜野湾高校の方は、シードになっているので2回戦からなんですけどね、宜野湾、中小、あと普天間とね、それぞれブロックが分かれた感じではありますけど、やっぱりね、ちょっと違和感があるって言ったらおかしいんですけど、はい、強化指定校にね、はい、認定されています宜野湾高校、西原、そして那覇西、那覇西がね、1回戦からの出場なのさ。なんかシードじゃないんだなって思うと、ちょっと、違和感があるトーナメント表って言ったらね、みんなに怒られるかもしれないんですけどね。で、この高校総体男子の部はですね、5月、27日から、はい、1回戦が始まりまして、はい、男子の決勝戦は6月3日、県総の方でね、行われるのでね、この、高校総体、今年度始まってからね、初めてのちょっと主要大会なので、どうなるのかなってちょっと楽しみではありますけどね、はい、各地でね、行われますので、この辺の情報もね、いろいろこれからお話ししていけたらなと思いますので、皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、同じくね、女子の方も、高校総体の、トーナメント表が出ておりますよ。はい、ですね、女子の方は出場高校が、今ね、25校まで、増えてるんですよ、皆さん。ね、女子の方もやっぱ競技人口がね、少しずつ増えてきてるのかなと思うのでね、この辺もね、ちょっと注目していただけたらなと思います。で、女子の方はね、やっぱ盤石なのかなと思うんですけど、三里高校が、はい、第1シードで、第2シードが小座高校となっていますのでね、長年ちょっと三里のね、時代が続いてるので、これをね、ちょっと目標にというか、している高校も多いと思いますので、女子の方もね、注目していきたいと思いますよ。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ここでですね、あと1個、これ先週ね、すいません、俺話するって話できなくてからさ、沖縄県で開催されますサッカーの、新規審判講習のちょっと案内をさせてください。5月21日とか、もう今週なんですけど、今度の日曜日なんですけど、これがですね、名護市伊佐川会館の方で、あるものと、またその翌週ね、5月28日日曜日、沖縄大学の方で行われる、講習会が、新規のね、審判講習会がありますので、ぜひね、皆さん、サッカーの審判、興味がある方はちょっと、サッカー協会、もしくはね、キックオフから、ちょっと検索していただいて、ちょっとね、情報仕入れていただけたらなと思いますよ。まだまだね、若干、定員数残ってるはずなので、ぜひね、
いつ今度はまたね、いつこの審判講習が出てくるか分かりませんので、もしねタイミングがあって、審判にねちょっと興味のある皆さん、ぜひね、調べていただけたらなと思いますよ。サッカーの審判ってさ、なかなかコアマナート的には面白くてからさ、審判の免許を持つとやっぱりサッカーの見方も変わってきたりしますので、ぜひね、おすすめって言ったらおかしいんだけどよ俺みたいなサッカーばっかだからねまあ俺が取るのは仕方ないんですけど、でもやっぱりね、競技規則を知ってる知らないだけでもやっぱり、見方がだいぶ変わるので、なかなか自分は面白いのかなと思うんですけどね、はい、ここでですね、一つコメントが来てるので、はい、見ましょうね。野内一郎さんです、こんばんは、はい、今夜も来ましたよって、はい、ありがとうございます。お、カメラのアングル変えた、変えてる、変わってる、変わってるなすいませんね、今週も雑です。はい、もう一つ、 J2 のトリニータがグランパスに勝った時の、一部の反応、ダイハツ九州がトヨタ本社に勝ったーってだからね、4-1でしたっけ、すごいねトリニータ。やっぱりさ、コーマート的にはこの印象が強くて、 J1、J2、J3 ってね、一気にガガガって落ちてきて、で1年で J2 にね、返り咲いて、なんていうんですか、またグランパスにも勝つというこの結果がね出てたりもしますのでね、そうなんだよね。でもほら J1 でもあったじゃないですか、サンフレッチェもそうだし、レイソルもで、ガンバもね、あの2部落ちて J2 落ちてね、優勝で戻ってきて、その翌年にまたガンバなんて三冠じゃなかった？なのもありますからね。でもね、やっぱり J2 より J1 がもちろんいいだろうしね。なんとも言えない部分があるんですけど、そうなんだよね。グランパス負けちゃってましたね。で、実はですね、やばい、これは後で喋ろう。ごめんごめん。今日もね、J リーグが、はい、行われてるんですよ。で、J2 だけなんですけどね、行われていますので、この辺のおしゃべりもね、また後半やっていきたいと思いますよ。はい、相変わらずちょっと時間配分ができていないので、この辺で一旦 CM に行きたいと思います。 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備、オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも承っております。ピピ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 ヒルズ通りから、こんにちは。ピピ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 なんくるないさでほら行こう。きのワンワンきのワンワン、えふえふきのワン。はいはい、今週もですね、沖縄県のサッカー情報をいろいろお届けしていますよ。はい、ですね、これから喋ろう。はい、先日行われました第29回九州なでしこサッカー大会の、はい、結果ですが、これね、女子の方ね、5月13日と14日、先週の土日に行われていましたが、沖縄県のね代表として参加していました、琉球デイゴス、そうなんですよね、ベスト4まで勝ち上がって、0-0 で、延長に入りまして1対0でね、負けちゃってるんですけどね、惜しい試合だったと思います。ただね、県内代表としてこの九州でねベスト4まで上がっていますのでね、また、デイゴスの方は今後にねちょっと期待したいなと思いますよ。はい、皆さん応援よろしくお願いいたしますね。はい、デイゴスのちょっとお話ししたので、合わせて報告しておきましょう。先週ね、中野町の和樹さんだっけ中野町の和樹さんからの情報でね、コンビニにね、九州リーグの
女子のね、出てたよってお話があったんですけどすいません、はい、レイゴスさんの、ね、ホームページからちょっと、日程表出してきたんですけど、はい、6月11日に九州リーグの方がね、沖縄での開催があります、うん、ここでですね、琉球レイゴスの方はディクサル沖縄ナビータとのね沖縄ダービーが、うん、九州リーグがね沖縄で行われるっていうのね、めったにねありません、年に1回しかありませんのでね、皆さんぜひね、これが6月11日日曜日、これが県総の方で、うん、ありますので、ぜひね皆さんこちらにもね注目していただけたらなと思いますよ、よろしくお願いいたします。はい、一緒にね、今女子の方をお話ししたので九州リーグの男子の方の、情報までお話ししておきましょう。はい、今度の日曜日5月21日ですね、西原町陸上競技場にて、はい、九州リーグに参戦しています FC 那覇がですね、三菱重工長崎サッカークラブとの試合が、はい、組まれております。これがですね10時キックオフとなっていますのでね、九州のね、トップリーグですので、皆さんぜひね、FC 那覇の応援を、しに西原町陸上競技場の方にね足を運んで応援してくれたらなと思いますよ、よろしくお願いいたします。はい、あとはですね、沖縄県の県出身の、J リーガー情報もいろいろおしゃべりしていきたいんですけど、はい、J1 所属、フロンターレに、ね所属してます背番号20の知念選手は今回はですね、ベンチ外で試合に出ておりません、うん、はい、ですね、あとです ただね、サポーターさんの声とかを聞いていると、知念選手早く戦力になってくれっていうね、コメントもね多々ありましたのでね、うん、期待していきたいと思いますよ。はい、でコンサドーレ札幌所属の、背番号14番上原選手は、リーグ戦カップ戦ともに今回はね、ベンチ外となっております。今日の試合もちょっと出ていなかったので、ね、怪我してんのかな、大丈夫かな、うん、ちょっとね心配です。うん、で J2 の方に行きますと名古屋グランパスのね、田口選手は、今日の試合もあと前節の試合もフル出場で出場しています。はい、前節はねさっきの内内さんからもありましたね、トリニータにね 4-1 でちょっと負けてたんですけど、今日は、はい、2-1松田との試合を制しておりますのでね、うん、でやっぱりグランパスのね田口選手に対しては多くのコメントがやっぱり、うん、ありまして、はい、グランパスを、ね、知り尽くしている選手だからこそ田口には期待してしまうのは当然、うん、その割にはねプレーが物足りないとそうですね、期待値が高いのでやっぱりね求めるのも高いので、うん、それを思うと、ね、プレーは今のプレーは物足りないよって、うん、厳しいようだけど田口選手もっと頑張れよって、うん、お前が好きだから応援してるんだよっていうねコメントとか、はい、いろいろ、うん、ありました。田口選手に関してはね、田口選手だけは2手3手先を考えてパスを出してる気がする、うん、だから遅く見えるんじゃないのっていうコメントとかもありましたのでね、この辺をねやっぱり見るとサポーターさんすごいな、いろんなところこういうところ見て応援してるんだなと思うとさ、うん、面白いなと思いますけどね、うん、その田口選手ね、また今日の試合は勝っていますのでね、うん、ちょっと次節にも期待していきたいですよ。はい、はい、そしてですねちょっと心配なんですけど、ロアッソ熊本所属背番号20番上里選手、前節はね試合出てたんですけど先発で、途中でね負傷交代しています。ちょっとね相手のちょっと悪質なファールを受けてっていうことだったんですけど、今夜あった試合は出ておりません。先発も出てなくてベンチにも入ってないのでちょっとね怪我が心配だなと思うんですけどね、どんななんだろう。はい、続きまして釜玉マレサヌキ所属背番号9番ガナハ選手は、前節とね今夜行われました試合もちょっと、ベンチ外となっております。はい、でですねそうなのね、サヌキちょっとね調子が悪くてまだ下位にいるのでね、ぜひちょっとガナ選手のゴールでね盛り立ててもらえたらなと思いますよ。はい、で松本山が所属の背番号18トーマ選手は、まだね怪我の影響があってベンチ外なんですけど、
全体練習にはね参加してて、その後にちょっとフィジカル上げるためなのかなということでランニングをね強化してやってたよっていう情報もありましたのでね、復帰も、うん、近いのかなと思いますよ。はい。で、ジェフ千葉所属の背番号25番比嘉選手は、前節今夜ともにベンチ外です。あとねファジアの岡山の、赤嶺選手もね、うん、怪我の影響でねまだ、試合に出ていませんけど、早く復帰してくれっていうね多くのコメントが出ていましたよ。うん、はい。で、あとレノファー山口所属の背番号2番、宮城選手もね前節今節ともにベンチ外でございます。はい。うん、県内のね、出身 J リーガーとしては少しねちょっとベンチ外だったり試合に出てない怪我だったりっていうのがねちょっと続いてるのでね、うん、ちょっとね沖縄県内から、はい、応援して盛り上げていけたらなと思いますよ。はい、よろしくお願いしますね皆さん。うん、でね、女子サッカーをねこの後なかなかおしゃべりできていないので、はい、なでしこリーグのね一部、はい、仙台レディースに所属しています加賀津選手なんですけど、開幕戦からねコンスタントにちょっと試合出て、いましたが、実はですね5月10日昨日じゃないか先週か先週のね、クラブチームからの正式なリリースによるとですね、左足の土踏まず部分にある筋肉の方のねちょっと炎症があって、うーん、約ちょっと8週間のね怪我が見込まれるというか、うーん、こうちょっとね約2ヶ月間の怪我になるんじゃないかっていう風にちょっとリリースが出てたのでね、うーん、加賀選手と心配ではあるんですけどね、まあ、うん、早めにね早めにって言ったらまた焦るかもしれないのでね、しっかり、うん、直していただいて、うん、この今ねそうなんですよ、 J1 所属 J1 じゃないなでしこのね一部リーグ所属が加賀選手だけなのかな、うん、宝選手がね海外にね移籍していますのでね、この辺の情報もいろいろちょっと調べてまたねここで、うん、おしゃべりしていけたらなと思いますのでね、はい、皆さんからの情報もお待ちしております自分で探せって感じなんですけどね、はい頑張りますはい、ですね、野良内田さんからもう一つコメントが来てたので、 J3 の、2位から5位を対象に J2 のね、ショックプレーオフが、来季にも新設される可能性が出てきました。うん、ただし、23歳以下のねチームとライセンスを持たないチームは対象外となるそうですよというふうに出てましたね。そっか、うん、J2 もね賛否両論ありますけどね、俺は楽しめる分いいと思いますけどね、うん、本当にねいろんな意見があっていいと思うんですけど、まあ、J2 のね6位のチームがトーナメント勝ち上がって J1 に行けるのも一つのね大きな夢ですし、この夢は俺見ていいのかなと思うしね、ただ去年の岡山のねファジアの岡山のプレーオフもね大いに盛り上がりましたしね、うん、そういうのを見てるとやっぱり J3 もねこの夢を見させてくれる新しい企画っていうのは、うん、フォーマット的にはちょっと大賛成でございますね。はい、うん、で野良内さんからもう一つ、20歳以下の日本代表韓国入りしてますね、うん、ワールドカップは来月ですよって言ってましたけど、そうですね、やっぱり久保選手がねいろいろ注目されていますけど、他のね小川選手だったりっていういろいろ注目選手は多いのかなと思いますのでね、久々だよねこのカテゴリーでワールドカップ出るの、いろいろ期待もね、多いと思いますけどね、うん、ぜひね注目していきたいと思いますよ。はい、ここにねうちなんちがね入ってくれたらねって思うんですけど、うん、これもちょっと期待していきましょう。はい、すいません。はいはい、なんだかんだおしゃべりしているうちにね今週も、アディショナルタイムが、はい、残り1分半を切ってしまいましたよ。うん、今週もね皆さんいろいろお付き合いいただき本当にありがとうございました。うん、久々にちょっとね一人で喋るともたないちょっとね、まあね、はい、
今週末行われます FCDQ のね、予定をもう一度おさらいしておきましょう。はい、FCDQ 今週はですね、5月20日ホームでね、県総の方で19時キック、対戦相手がね SC 相模原との対戦がありますので、あの高原選手がね、沖縄エスパーに来る前に所属してたチームとの、対戦が決まってますのでね、楽しみにしていきたいと思いますよ。はいはい、野内千奈さんからもう一つコメントが、間違えた、来月じゃなくて来週だったってそうよね、もう韓国ごめんごめん、俺が気づけた感じです、すいません。はい、やばいやばい、じゃあね、今週はこの辺で締めたいと思いますよ。はい、この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋魔順バーガー&バー沖縄ボーサルチ以上各社の提供と、今週もね聞いていただきました皆さんのおかげでお届けしましたよ。はい、来週もね、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるように番組お届けしていきます。それではまた来週です。さよなら。